年度にレッド J0 モトコスピードスタートまで10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。さあジャッジの正面はね、森選手第3位、ご苦労様でした。賞金あるよ。さあレディースは、第3位。さあこの次に行われるのは本橋選手対第7ヒート、根本選手対浅野紀夫選手の勝ち上がりが対決する第18ヒートです。さあこれはいい波だ本子。さあ本子が、さあまたたるいセクションでレール2レール。さあ西田選手がビッグジャンプできるか。さあこれは止めない。さあ本子がこれは丁寧に乗ってきた。3対1、1人のジャッジが引き分けで、ウィナーは浅野紀夫選手。次は本橋選手。根本選手は第4位、賞金圏内に入りました。お疲れ様でした。さあ今インサイドにやってきたのが本子選手が、ここで波乗り。そして右側は西田選手。さあ本子選手がここでローラーコースター。さあ岸に乗り上げた本子選手。さあ西田選手もこれで岸に乗り上げるか。さあ2人ともインサイドの岸にブレーキに乗り上げて、さあ頑張れ。さあ片下で波に乗ってくるのは西田選手。さあこれはなかなかいい波だ。さあ西田選手がちょっとスピードが足りない。さあ本子が、さあ本子もこう軽いセクションで、ここでリップを行きたいところだ。さあ本子がリップ、これは苦しい。さあ西田選手は波に乗り継いでいる。さあさあ残りヒート時間は引っ張ってくる。さあ西田選手は今ウェーブライディングに入っています。最後のウェーブだと思います。さあ西田選手はインサイドに来る。さあ残りヒート時間はあと30秒。さあ西田選手がラストウェーブ。さあ本子の方が波がいい。さあここで本子が、さあこれは大きれいなフラッシュ。9 8 7 6 5 4 3 2 1。さあレディースヒートも終了です。結果は表彰式でコールされます。